ちは、のんです。今日は5月3日の AC 長野パルセイロ対 FC 岐阜の試合の Vlog をお届けします。試合前には米屋のおにぎりで有名なぷくぷく亭でおにぎりを食べました。こんな感じでいろんな種類のお米も置いてあって、もうお米の美味しいおにぎりなのでめちゃくちゃ美味しかったです。さあ行くぞ。チーズがいいです。ブラジルのソウルフードパステルを買っていただきました。パイ生地よりも餃子の皮みたいな感じに近くて、外はカリカリで中のチーズはトロットロですんごく美味しかったです。からの景色はこんな感じ。席からマジでピッチが近いです。見えます。この日の長野は気温が25度ぐらいで暑かったので、かき氷を買いました。マンゴーとメロンのかき氷買いました。なんかさ、日向日陰難しい。わ、もうほら頑張れ自立しないじゃん。え、これさ、坂だからね。はい、行ってる行ってる。え、大丈夫だ、髪の毛こうやってやるの。髪の毛長くすればいいんでしょ。おもろ。髪の毛長くして、あの、高橋浩平ですってつければいい。この日は小川村のホームタウンデーということで、親キングが来ていました。親機もたくさん売ってたのが完売してました。この日は応援団体のフレンテさんから声掛けがあり、旗の海を実施するということで、ゴール裏にはたくさんの旗がありました。私自身今季初めてのパルセイロの現地の試合ということで、ルヴァンで京都を撃破してからとても調子がついているので、今日も勝ち試合に期待したと思います。この日はスタジアム DJ の方がゴール裏に来て、ゴール裏から選手紹介をしていました。いつもはピッチ上で選手紹介をするのに、ゴール裏からというのがとても新鮮でした。私がサポートして応援している元長野の遠藤源一選手はベンチスタートでした。後半16分、山中亮選手が PK を獲得し、
現在 J3 得点ランキング1位の浮田健生選手が PK を蹴ることになりました。左サイドで獲得したフリーキックを忽那選手に蹴って、そこに頭で合わせた黒石選手が先制です。後半43分、ライン際までスンウォン選手が粘ってマイナスからのボールに冷静にコウケン選手がヘディングで合わせ逆転に成功しました。後半83分まで 1-0 で負けていたところからの逆転勝利です。これで長野は公式戦3連勝、3試合とも逆転勝ちとなりました。試合前のイベントで子どもの日にちなんで段ボールで兜を作るというものが行われていました。その兜を13番の小西日向選手と25番の田中康介選手などがかぶっていて、とても可愛らしかったです。今日はありがとうございました。
防げたのもすごいでかかったと思いますし、1点目の黒石くんマジでヘディングが上手すぎるし、得点いや枠に収めるのがマジで上手すぎるし、2点目は貢献さんマジでスンウォン選手の粘りからのアシストが本当に素晴らしすぎて、からの落ち着いた貢献さんのヘディングで2点目で逆転勝利しました。よかった本当に。もうねこの勢いをね来週の天皇杯予選に、私も来週の天皇杯予選に行くので生かしてほしいと思います。久々の動画になってしまいすいません。今日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。以上、次の動画も見てね。バイバイ。